はい、皆さんどうもこんにちは、アニョと申します。前回氷統一パーティーでランク戦潜ってたんですけれど、結局ねこのパルシェンたった一人で倒したようなもんだったので、結局パルシェンゲーかと、結局パルシェンは中ポケなのかと、そう思った方多いと思うので、今回はですね、まあ全体的に色も似てるし、全然人気のないこの魔術師のおじちゃんバリコールをパルシェンの代わりにパーティーに入れて対戦潜ってみました。先に言っとくと、バリコールは一切出てきません。この子はおそらく戦力外通告を言い渡されるでしょう。そして以前使っていたこの地鶏女さんのひひだるまなんですけれど、こちらゴリム中型だったんですけれど、新たにですね、だるまモードのひひだるまをご用意いたしました。突撃直機持たせて、まあいいとこ耐えてだるまモードを発動させて、恐ろしく高い種族士の A と S で敵全員投げ払っていこうと、そういう目論見があります。あとマンムーは、命の玉を持たせました。技も前回と変わっているかもしれません、わかりません。でこのアイスボックスに入っているのは、もしかしたら次回以降出てくるかもしれないポケモンたちですね。あ、ここは何でもないです。ここはただのお金稼ぎ要員たちです。はい、では対戦早速行きましょう。早く行ってください、お願いします。よっしゃ、それでは対戦していこう。モンスターボール級、マスターボール級目指して氷統一でいくぞ。皆さん対戦お願いします。ちょっとね、前回から比べて持ち物が若干変わってます。対戦相手の方、俺の一番嫌いなガラルサニーゴがいる。勘弁してくれ、あいつだけは落とす術がない。どうしよう、あいつ出されたら詰むぞこれ。他はじゃれついてきたりするのが多そうなんで、こう氷っぽを初手からがっつり出してって、バリコールそんでもってモスノーだな。いやちょっと待てよ、キリキさん炎タイプ、バリコールよりもモスノーをダルマの線でいこうか。 OK、 ナスさん対戦よろしくお願いします。はいはいはい、まず写真チェック。なかなかヤンキーチックのファッションですけど、 OKOK、 いいよ。やんちゃな格好してるね。ニンフィアから来る。ニンフィアってこれ特殊かな。特殊なら結構意外にアイヘで突っ張ってもいいのかな。そんなに物理耐久が高いイメージはなかったような。早速ダイマックスを切っていく。確かニンフィアって特防が高いんじゃないの、わかんないんだけど、特防って検索してどうする。さあ硬いね。大バーン、この技は絶対覚えてますよと、さよならと。どうするかな、やっぱり特殊技、もう炎技はねみんな絶対必ずと言っていいほど持ってるから、ここも高いよね。
だるまで殴り合っていこうか。やっぱ鋼技だるまに入れた方が良かったかな。ここは大アイスでいこうか。直機持ってて不一致この技ならさすがにいいと答えて触れるんじゃないかなと思うけどね。あ、ちなみにこのだるまは前回のゴリム中型ではなくだるまモード型ですね。さあ大アイスどのくらい入る。まあ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 って感じだな。ほんとミフィ相変わらず強いな。大番これはさすがに耐える耐えるよね。 OK。 うわー半分減らない。だるまモードがこの HP 半分以下にならなきゃ発動しないんですよね。これ相手としてはなかなか美味しい状態になってる。ダイバー打ちたかったな。半分切ってここはダイアイスで突っ張っていこう。ダイアイス落ちるか。落ちるね。さすがに落ちて今ダイマックスターン2ターン使ったからあと1ターンはこっちはあると。この残り1ターンでこの火だるまくんの体力をもうちょっと削ってくれればかなり望みはある。切り刻ん不意打ちか剣の舞をしたいと思ってるのか分かりませんが、ここ大番でいいね。上取ってるよね。封じはしない。助けて。助け型ということは剣の舞メタルバーストか。なるほど。切り刻む。S 遅いのよ持つのが。そこが一番の悩みなのよね。ここさ相手不意打ちとかしないかな。こう待っていいか。不意打ち OK。 不意打ち読んでいく。蝶の前発動。ここさすがに攻撃技で来ようと来てる思うから攻撃するよな。ここは霊火で OK。 ここのじゃんけんはしっかり勝ってる。 OKOKOK。 この持つのをタスキに変えたんで相手これ次なんだ。ホルード、地面ノーマル。これあるぞ。さすがに上取ってるしこっちはタスキも持ってる。でも相手電光石火があるからここ一発で落とせないときつい。さあ行ってくれます。ちょっとえ早っ。1耐えて。ホルードってそんなに早いのか。ここ一発で落ちるでしょう。さすがに。オッケー。サンキューマサロちゃん。ここ今回はちょっと氷っぽはあれだったけど、みんなしっかり活躍してくれたね。オッケー。モンスターボール級一つランクが上がった。お、あら、中バトルポイントありがとうございます。さあ次の対戦相手何が来るかな。早いねマッチングが。
マガモさん、対戦よろしくお願いします。さあ、ドヒドイでナットレイモスのエレザード丸役で、なるほど、これね、まず丸役では絶対出てくるでしょ。ドヒドイで前作やってないからあれなんだけど、確か受けポケっては聞いた。で、相手からしてモスノーなんてこっち全然通りで悪いし、エレザードがおそらくこの技持ってると見て、こっち氷っぽは出せないかな、出しづらいかな。ただ通ればでかい。マンムーも出して初手肝心だな。そうだな、ここ初手バイバニラ行って筆ドラ打てる引きだるまから、残りはね、そうだな、マンムーでいいんじゃないかな。安心感のある。マガモさん結構考えてるね、相手の方。よし、初手大事よ。相手としてはね、氷っぽかなり警戒してると思うんだ。だから特殊を振ってくるところを読んで、まずはバイバニラ。エレザード特殊型ね。さあ、まずは雪を降らせていく。エレザードかなり早いよね。すみませんね、調べながらで。かなり S 早いし C も高いから、ここミラコで一体落としていきたい。ハイパーボイス HD ぶりなんで全然余裕で耐える。ミラーコート張っていいダメージが入る。ここオーロラベール貼ろうか。案外入らなくて、案外こっちが耐えてびっくりしてる。レーザードってなんだい。オーロラベール貼る。ここそうだな、かといってこのバイバニラが仕事をすることはもう特にないので、そうだね、まあ、レートでも打って、カチカチよ。絶対レードを当たらない。あられで死ぬよね。よし、 OK。 さあ次誰が来る。ドヒドイで、このポケモン全くわからない。ドヒドイで、ここはもう、はい、絶対レードゲーミングでベノムショック耐えろ。耐えないか、さすがに人間にはさせてくれないよと。何この子、 BD が恐ろしく高い。なんだこいつは。そうだな、ここはヒヒダルマで行こう。行こう、ウルトラビーストヒヒダルマよ。お前の自信でどれほど削れるかを見せてもらおう。毒にしてベノムショックってことなのかな。
いいダメージ入る。ただ黒いヘドローがあるから、なるほど、毒毒入れて、まあ、ここは全然あられやんじゃう。黒いヘドロで回復していって、ここはダイマックス切ってダイアース打っていこうか。さあダイマックス、ドヒドイデか。こういう耐久ポケモンもいるのね。自己再生とか覚えたりするのかな。こういう地下、こういう地下とか覚えるんだ。へえ、面白いポケモンだねと言ってるそばから統治か。これは貫通するけどって感じか。いやー軽減っつってもすごいな。毒毒が痛くなってくる。ここはダイアースで突っ張ります。相手もここダイマックス切ってくるかな。ただでも受けきれないんじゃないかな。受けきあでも受けきれるかな。ダイマックス大ウォールされると結構嫌らですね。さあどうするんだ。統治化っていうのは守るして直接攻撃した相手を毒にする。強いな。わあ、こうダイマックス切ってくるか。これも耐えられちゃうんだろうな。おお、でっかい。すごいかっこいいな、ダイマックスの音ひどいで。サーカステントみたい。ああ、びっくりした。ダイウォールが決まらなかったのね。あ、そっか。統治化した後のダイオールは2連守りと同じ扱いなんだ。毒が入る。ここ相手ダイオールかな。あ、でも3連扱いになるのかな。まあいっか、ダイヤスで。まあダイヤはダイウォールだよね。こっちのダイマックスターンが切れるよと。まあここ地震で次のターン、おそらくダルマがダルマモード発動するから、ここは地震でさすがに落ちるでしょう。ダイウォール決まらない。決まってたまられた。はい、地震で落とす。はい、でドヒドイで倒れる。残り1体、ラスト1体。何を隠し持っている。ヒヒダルマがこれで、うわ結構減るな。味方のオーロラベール切れちゃう。ダルマモード、最後の力を振り絞ろう。ヒヒダルマよ、お前に素早さで勝てる者はいない。丸役で、丸役で、おい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 、おい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 、そんなポケモンでストーンエッジでおしまいよ。
ひひだるまさん。まあ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 、うちにはマンムーさんがいますから。ストーンエッジ、まず一発を当てて、よし、まず一発当てて、助けじゃない、オッケー。いやー、まあ全然焦ってないけれど、オッケーオッケー、勝利を掴んでいくよ。マガモさん、対戦ありがとうございました。おお、バイバイ、ニューちゃん、かわいいね。ほら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 、おお、かわいいね、かわいいね。ほら、怒ってるの、いたいた。何すんねんお前。あらあら、ひーだるまちくん、ひーだるまくん、うん、いって、なんで、いや、なんで、ほら、ヘビーボールじゃ、取ってこい。はい、バリコールくん、全然活躍してないから、このままじゃクビになると思う。多分次の動画からいないと思うけれど、それでも君はマスコット的な存在として扱っていこうとは思うから、元気でいてね。背中見ちゃったよ。